ご飯食べてってしてたら、もうまた今すっごい寝そうでセーフ、危ねえ危ねえ。この後はお風呂に入って寝ます。そう、今日は六本木アイドルフェスティバルだったんですけど、今日はね、その前にずっと17期緊急生のあんたロケロケのあれがあって、そう、チームメイトもコラボさせていただくことになりまして、ぜひぜひ見てね。そうだから今日は チームメイトで出演させていただくっていうふうに告知してたんですけど、17期研究生の3人も出てくれたんですよ。そう、とっても楽しかった。めっちゃなんかすごい楽しかった。なんか笑いすぎて疲れた。うん。あんたロケロケもぜひぜひ見てください。ね、ずっと眠いしか言ってない。うん。明日はハローです。明日、初、2023年になってから初だもんね。そう、明日はね、楽しめたらいいなって思ってます。そう、そう、そう、楽しむが一番に頑張りたいと思います。うん、そう、明日はもうその後奈良に行っちゃうので、なんか変なボタン押しちゃった。なんか押しちゃった。うん、そう、ああ、またなんか変な押しちゃった。ああ、ああ、ああ、戻った戻った。画面の大きさ変えようと思ったらとか。なんかいろいろ押しちゃった。帰る準備できたって、まだ。でも、特に何も準備をするものがないので、さて着る服だけちょっと考えなきゃいけないけど、うん、その他はもうお家にあるので。スーツって、え、ね、何着てたらいいんだろう。大西、そう、成人式って何着ていけばいいんだろう。私服なのって何も言われてなくて、ってことは多分自分で準備するから、何着ていけばいいんだろう。
何がいいんだろうね。フォーマルなやつね、大人めな感じ、スーツね、何着ていこうかな。ね、スーツ持ってるのって持ってない。綺麗めなワンピース、確かにね、なんか大人っぽいワンピースとかちょっと明日買っていこうかな。持ってないんかいって、持ってない、スーツ着る機会ない、人生で。本当にない、人生でそんな着たことない。そんなっていうか、もしあるのかな、スーツ。着たことはあるんだろうけど、自分では持ってないね、人生で。あ、マナー講座の時じゃないって、確かにそうだ、マナー講座のなんか連載やってた時は用意してもらってた。そうだ、あと衣装だね、 AKB の何かしらの衣装とかであるけど、プライベートで着たことないや、プライベートっていうか。プライベートっていうか、なんだろうね、アイドルやってると本当に着る機会がないね。一着持ってるといいねって。確かにな、 AKB 辞め卒業とかしてからでもいいのかもね、スーツ買うのはね。アイドルやってるうちはね、あんま着ないもんね。そうしよう。俺もほとんどスーツ着ないで、着る機会あんまないよね。最近あれでしょ、オフィシュカジュアルみたいなさ、お仕事でもスーツ着てる人よくいるよね、男性とか。あんま女性は見ないけど。ね、あんま着ないよね。お、え、友達の友人が地元の成人式にもーちゃん出るって嬉しいと言ってたって。え、嬉しいんだが、本当に大西のこと知ってる人いるかな。いるかな。だからいいな、でもなんか今回そのね、あの成人二十歳を祝う会、成人式出演、ゲストとして出演させていただくんですけど、きっと多分みんな座ってるじゃん、座ってるみんな全員が、皆さん全員が自分より年下って考えると、なんか あそっかってなりそうね。え、ね、でも大西も実際それこそ奈良の成人式行ったことなくて、人生で。そうなんですよ、自分の成人式の時も
あの AKB はさ神田明神でやるから、そうどうしても奈良の成人式出たいってなったけど、もう丸かぶりだったんですよ。そう同じ日で、なんかたまにさちょっと成人式の日ずれてたりするところとかもあるじゃん。でも一緒かぶってて奈良がなんか行けないってなって、あの神田明神で成人式終わってからそのまんま奈良帰って同窓会とか一瞬顔出したりとかしたんですけど、そうだから自分でも人生で初めての奈良の成人式なので楽しみです。同窓会は出られたんだって、そうもうどうしてもどうしても同級生の人たちに会いたくて、なんかないじゃんもう結局連絡もさ、まあ、取ろうと思えばさ取れるけどさ取んないじゃん。もうそういう機会でしかさ会わなかったりとかさ、結果もう何ね、一生そこで会ったきり会わない人だっていっぱいいるじゃん。そうだから、えでも今本当に あの行ってよかったなって思う。成人式、成人式じゃないわ、同窓会。うん、ねえ大事だよね。うん、もんちゃんの成人式どんな感じだったって。大西たちの成人式は朝めっちゃ早かった。なんか前日に普通に夜遅くまでお仕事あって、寝れる時間が多分集合がね朝の2時2時45分とか多分50分とかで、でなんかその時はなんか近くのホテル取ってもらって寝たのか寝てなかったのかもあんま覚えてないんだけど、そう単純に大西たちのこの1997年組、あの時は AKB もいたし AKB 以外の48グループの方々もいたよね。だからあのとてつもなく早かったんですよ。めっちゃ人数多くて、そうでその時まだなんだろう、チームエイトとしては歴が短かったのでまだ4年目とかだったかな。だからこう着付けをする順番も早かったからめっちゃ早かったっていう、そう髪の毛して着付けしてそっから何時間ぐらい5時間6時間ぐらい待ってもっとか、お日午前やったけど10時11時とかやったっけ、まあ覚えてないけど、そうすごいね腰が痛かったのと究極に眠たかったのは覚えてるそうあのやっぱこうさこう正座してさお話を聞くっていうか、なんかその成人式やってる間なんかこうそう目つぶってくださいみたいな、なんかお祓いかな時とかもう絶対寝へん、絶対今寝たら絶対にやっかんみたいな睡魔と戦ってた。うん、そう懐かしい。自分的には結構本当に眠かったっていう思い出がすごいあった。うん、そうねえ懐かしい。
その後は劇場行ったんだっけって。そうね、神田明神行って劇場であの挨拶みたいなして終わりかな。うーん、あとその後撮影があったんですよ、生写真かなんかの。だから撮影もあってみたいな感じでした。そう、うん、テレビついてるって、ついてる、なんかおせち食べてはるわ。うん、眠い。明日もわりかしちょっと早いので早く寝なきゃ。そう、昨日もねめっちゃ遅かったのよ、帰ってきたの。そう、帰ってきてお風呂入ってご飯食べてってしたら、あ、やばい、もうすぐで24時間経っちゃうみたいな起きてから。うん、だからねちょっと今日も今だいぶ眠いから今日はすぐ寝れそう。うん、何時に帰ってきたのって、2時ぐらいかな昨日。うん、そう、眠い、今日はだからちょっと眠い、寝ますので、ちょっとじゃあそろそろランキングの方を呼んでいきたいと思いますので、1位の方から呼んでいきます。いきますよ、1位、ジョーアットマーク、本日ご出演ありがとうございました。バイ六本木の民さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が、チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が、ボスブラックアットマーク久しぶりの A さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がアンマンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が純平さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がよっちゃん&ゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとう。これさ、なんか大西さおかしいなと思ってたんだけどさ、誰もいないの、自分が壇上一人で立ってる、なんか変だなと思ってたらそれだ、お星様とかにも何もないの、あってやつが1位のとこに一人で立ってるだけ。いや、ね、なんかさっきそう変やなって思ってた。変やなって思っててんやから、さっきちょっといじっててんけどさ、ずっと。そういうことか。バグってるんだ。1位の方かな、とは。とはありがとう。ちょっとじゃあ読んでいくね。ジョーアットマーク、本日ご出演ありがとうございました。バイ六本木の民さん。ジョーさん、ジョーさん、ジョーさん、タワーありがとうございます。ありがとう。イエイ。ありがとう、ジョーさん。ありがとうございます。イエイ。ありがとう。ありがとう。ランキングはどうして分かったんですか？あのね、ライブランキングのね、欄は見れるんだよ。この、何？アリーナーみたいな場所はね、何もないの。やばい、もう時間やばい。あ、まだ大丈夫。そう。ね、なんか今日寂しいと思ったわ。寂しいっていうか、なんかいつもと違うと思った。
まあこんな日もあるわな。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。